なんか触れてないのに尻尾取られることがおなみたいな感じを感じることがあるんだけど、プレイしてる側と冷静に見てる側だと視点が違うと思うから、実際どうな、どう見えた、あれ俺が今さっき尻尾取られたやつ。なんかたまにあるよね。まあでもちょっと俺が一回、ま、真ん中でキュッて回った時間を作ったのは確かだったからな、多分それで取られたんだよな今のやつは。すぐ飛んどけばよかったけど、一回ちょっと剣に入ったのが敗因だった。来た、これ邪魔できるぞ。俺が編み出した最新鋭のトラップ、多分邪魔できる。ここは人とぶつからないようにして、行かせるべきやつは先に行かして、ここで俺が落とす。あっぶね。ここで人をごっそり減らす。やべ、結構これ2人でブロッキングしてたら絶対落ちることない。なんだよこのクソガイアクツバメ。おい行こう、もうなくなってきた後ろが。じゃあなー。よし、もうめちゃめちゃ減ってんだけど。今2人でしょクリアしてるの、あれ3人目でしょ、4ゴール、もう6人じゃん。やっちまったー。でもこれさ、トロールでも何でもなくない？だって1ステージ目で俺がこれもしクリアしてたとしても5人になるんだよ。もう2ラウンドで終わるんだよ。これめちゃめちゃ有効な手じゃない？これ2人でパーティー組んでたらもう全員潰せるじゃん。マップの仕様変えないとダメだろうな、あれな。あそこに2、3人立ってたらもう絶対超えれなくない？クソザコポテトになっちまったよ。なんであそこまでして俺も死ぬんだよ。最悪だわ。結構メタだよねあれ。あれだけど人としては最悪。これ開発に修正させるまで使っていこうと思う。カイジのじゃんけんに出てくる関西人、あ、船井、船井っつってカイジが切れるやつでしょ。カイジはごがいやで。バカが、人信用するからこうなるんじゃ。話せっちゅんじゃ、ゴミ。うないっていうやつでしょ。てめえっつってガチ切れするやつでしょ。えつけましんじゃ、これは俺の星や。誉れある石田のおっちゃん。石田のおっちゃんはだって真似するも何も無言で落ちてくから。無言で落ちてくから。あ、何、臆病だった石田さんが無言で、無言だから。
まあ石田さんもその手前にちょっとバンされたかも。石田さんも喋るけどね。カイジ君、これを息子に、俺はもうダメだ。下を見ると足がすくんで、これはあれだね、石田のおっちゃんだね。あれ娘だっけ。え、息子じゃない？え、だってあの地下で会うやつが石田さんの息子じゃないっけ。地下で石田さんの息子に会わない？あー、映画だと娘なんだ。へえ、あ、掴むなよ。へえ、あ、映画と原作で違うんだ。なんだよこの海賊。おい、なんかクソ。やべ、海賊って英語で言おうとしたけど、海賊の英語が分かんなくて詰んだ。こういうところで額が出る。なんだっけ、あのあいつが出てた、なんだっけ、あの映画を思い出せれば一発だと思うんだけど、なんだっけあれ、カリビアン .com みたいな、パイレーツカリビアン、パイレーツオブカリビアン、パイレーツ、パイレーツだ。クソパイレーツって言おうとしたらパイレーツが出てこなかった。新田さん購読ありがとうございます。ピースウォーターさん購読ありがとうございます。そうちゃんさん購読ありがとうございます。パーピーピーさん購読ありがとうございます。シエンさんギフト購読ありがとうございます。アイコーさん購読ありがとうございます。院長さん購読ありがとうございます。ひなじーるさん100ビットありがとうございます。ティルさん新規購読ありがとうございます。ポフォファムさん新規購読ありがとうございます。 512PRS さん購読ありがとうございます。ゆうたさん購読ありがとうございます。ギャババさん購読ありがとうございます。きたー。いや、俺の相棒探してえな。相棒いねえかな。一緒にあの道封鎖する。レインボーブリッジ封鎖する。相棒いねえかな。何をするわけでもなく狼は角っこで落ちていきました。これ前のやつがたまに当たると軌道が変わるの本当に。普通に行こう。やっべ、やばいぞこれ。ぶねー。ほら俺がやるまでもなく人減ってねえか。めちゃめちゃいなくなってる。やべ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 、めちゃめちゃいなくなってる。やべやべやべ、危ない。じゃあここ気をつけないとな。オッケーオッケーオッケー、もうゴールしよう。これマジで必勝法だな。畜生ペンギン頑張ってるわ。つば九郎頑張ってる。いや、もう誰もいねえよ。もう誰もいねえよ。
いや2人じゃない6人ぐらいいる。俺より先に行ってたやつがもうちょっといるはず。あれ、え、あ、俺先頭だったの。あ、マジかよ。てかワンちゃん今ので勝ってたんだな俺。うわ、尻尾で怠慢とか、これ最初に尻尾持ってるやつ勝ちじゃん。終わってない？尻尾持ってるのどっち？うわ、終わった、詰んでるじゃんこれ。え、無理じゃない？やべ、はっ、掴んだじゃん今。あいつ後ろ見てないな。んで俺もこけるんだよ。やべやべ。オッケー、これ勝てる。勝ったらサブスクライブしてくれ、頼む。頼む、サブスクライブだけが目的です、お願いします。隠れとこう隠れとこう。面白い。はい、3勝目と。黒じゃんもう。おしっこしてくるわ。